皆さん、こんにちは。命を守る参議院議員の川田隆平です。今日は、代表質問が参議院で午前午後行われております。立憲民主党からは、青木愛さんが質疑に立っています。ぜひあの、今回ですね、青木さんの質疑もぜひご覧いただければというふうに思っております。で立憲民主党の参議院の精神会長として、 今この青木さんの原稿もそうですし前日の小西さんの原稿もですね事前にチェックをするということをしておりますでこの前の日に質問原稿は通告を本会議の場合にはするのと同時に本文も提出をしなければいけないということで1日前にはこれを出さなきゃいけないのでそのためにこの質問者も前の日の 前の前の日から作り込まなければいけないということで、まあ、委員会の質疑と違って本会議の質疑はちょっと時差が出てくるところがありますまあもちろん当日まあ一文とかちょっと何文そのちょっとした付け加えとかはできるんですけれどもまあできればまあ本会議というのはできるだけまあその提出した本文に従って質疑をするということになっております。まあ、どうしても緊急に入れなきゃいけないものとかはまあ入れることもできますが。 まあなかなかこの言い換えることがまあ難しい、まあ、質問通告もありますので、質問していないことは聞いても答えてもらえないというようなこともありますので、まあ、そういった質問の準備をさせていただいております。それから昨日、成長審議会が、1回目の施設審議会が開かれました、新体制となってからの成長審議会ということで、この立憲民主党のこの成長の三役が大体決まってまいりました。ただだまあ これは12月9日現在ということで、小川政調会長の下で、今、政務調査会長代行に、市南衆議院議員、それからキー衆議院議員、そして私が政務調査会長代理として、この参議院の精神会長として、今、この兼務ということで、党の政務調査会長代理に就任をさせていただいております。 そして、この三役会議を司会をしているのが、政務調査会の筆頭副会長として、今、重徳和彦、重徳,さんです重徳衆議院議員に、この今、司会をしていただいています。それから参議院からは、この参議院の精神会長代理として、小西さんが、この今、立憲民主党の三役会議に出席をしているという状況です。 それから政務調査会の副会長として、落合衆議院議員、稲富衆議院議員、鎌田衆議院議員、早稲田衆議院議員と、それから参議院からは小西さんと他にです、ね、岸さんが入っているということで、そう今、暫定的にというか、12月9日現在、こういった体制でさらに追加もあるかもしれないというところで、今、この三役会を毎週火曜日と木曜日、これ、朝9時から、 やるとということでなっておりますそして、ま本当にこの今、厚生労働部会の私は副部会長、それから消費者部会の副部会長ということで、この2つを参議院で筆頭理事を務めている関係で、今、その部会の副部会長も務めさせていただいておりまして、こういった部会の役員もさせていただいております。 今、厚生労働部会は、司会も今、決まっていない中で、副部会長として司会もさせていただいておりますので、連日朝8時からですね、今日も8時半からありました厚生労働部門会議、これも毎回出なければいけない状況になってきております。もちろん、その部会に入っていればですね、もちろん毎回出なければいけないんですけれども、 もう司会ということで、まあ、この開始前から行ってですねちゃんと準備をしなければいけないということもあって緊張感が漂っている毎日です。本当にこの成長の仕事がですね今そういった意味で大変忙しい中で毎回その参議院の議員総会というのがこれ10時からの本会議に先立って9時半から行われているんですけどもそちらの方でも精神会長として 政策についての動きがあったときにはあの参議院の議員の皆さんに報告をするということで、まあ、そういったあの役割をさせていただいておりますので、まあ、大変今いろいろとです、ね、あの忙しくなってきているなということを感じておりますさらにまあこれ厚生労働委員会が始まってくるとです、ねまあ、委員会の運営ですとかさまざま,あのまあ理事が一人ですので 会派の中で理事が1人ということは前は2人いたときにはもう1人の人に付帯決議を担当してもらうとかできたんですけれども全部1人でやらなきゃいけないということですので結構、筆頭理事というのは与党の筆頭理事との調整それから野党の各会派の調整そして会派内の調整もしなければいけないということで大変、委員会を運営すること自体も忙しいですしさらに委員会の質疑も回ってくると。 まいうところでまあ本当にこの委員会が始まってくると、この政務のえ三役会議に加えてえ精神科医もあって、本当にま今、すごく忙しくなるなということがもう予測できます。まあ、そういう意味で、やっぱり本当にこれ、しっかりとまあこの体を壊さないように体力維持をしっかり止めていかなきゃいけないということもあって、本当に病気になれないなというふうに思って、本当に緊張感漂う中で仕事をさせていただいております。 そして、まあ、本当に今回です、ね、あのまあ、立憲民主党としては、まあ、この今、新しい新体制の下で法案を次々提 <laughs> 出をさせていただいております、特にあの国会議員の歳費、旅費、および手当等に関する法律の一部を解説する法律案、これはの、まあ、文通費ですね、いわゆる文通費の日割り等を決める法案、まあ、この中には国庫返納であったり、それから首都を報告するということも、これも、えー ちょっと今、時間を見てしまいましたけどそれを執行法案として提出をいたしました。それからトリガー条項発動法案といって、これはの160円以上原油価格が上がった時に、これをえまあ原油の,あのそういったえ気発油税ですね、気発油税、ガソリンの気発油税を、これを、えー 切り下げるというま条項があるんですけれどもまその条項を東日本大震災の復興資金のためにこの切り下げるというのを凍結していたんですねで、凍結していたことによって3ヶ月以上をこの160円以上というまあこの価格がトリガーになってその税額を引き下げるという条項があったんですけれどもそれを凍結していたものを えこれはまあ東日本大震災の復興のために使うということで凍結していたんですけれども、これを今回、ガソリンの価格が上がっていることによって凍結を解除するということで凍結解除法とまあ非常に分かりにくいのでこれ、トリガー条項発動法ということでこの法律を作っております。それから今回、の今日提出をしましたのは、今日提出したのは、え、ー 子どものための給付金の全額、現金給付を可能にするということで、まあ、今、問題になっている967億円の,、えー、この事,務事務費ですね、事務費が今回かかってくる、まあ、このお金をですね、どっから、えー、このお金がもったいないじゃないかということで、まあ、今回、クーポン券にするためのお金ですね、967億円としかかかれていない、 まあこのクーポン券の事務経費、まあ、これをまあ削ることによって、まあ、一括でこの10万円を支給すると、まあ、5万円の現金と5万円のクーポン券というのを、まあ、一括で10万円で支給できれば、その事務経費がかからないということで、この経費が967億円見積もられているわけですけれども、まあ、これを他の用途にできるのではないかということで、まあ、現金だけであればまあ300億円ぐらいで経費になるものが、 967億円になっているということでこの600億円以上ですねこの,、まあ、この無駄を削減できるのではないかで特にクーポンは今回卒業入学新学期に向けてということで、まあ、特にこの経済対策の中で書かれているそうしたその子どもの、えー、子どもに資するためのクーポンということなんですけれども この子どものためのクーポンと言っていますけれども、それが結局、どの範囲に使えるのかとか、それからそのまあ村やその町によっては、これ、今日の京都新聞なんかには、村にはクーポン使える店がないという記事も出ていて、これはあの京都の村長さんですね、南山城村、山城村の村長さんが <laughs> 記者会見で、全額現金で給付する方針を示したということで、 これによってです、ね、結局その政府の方は何かペナルティがあるのかとか,なんかその条件というのが、まあ、基本クーポンという言い方をしているんですが、まあ、その基本クーポンでなくて現金にするときの条件みたいなのがあるのかというそ,のそういったそのところがまだ明らかになっていないということで、まあ、そういった問題についても、まあ、これ来週からの予算委員会で詰めていくことになると思うんですけれどもこういったことについて しっかり政府に対して追及を迫りつつ、この現金で10万円を給付できるようにということで、この法案もきょ提出をいたしました。そういう法案提出にあたってはです、ね、法案をただ国会に提出する前にです、ね、いろいろと党内議論をしなければいけないということで、党内ではその法案をまず登録をするということを、政調の方で審議会を通してやります。それ上で 中身について審議をしてこれ賛成するということでその申請をこの法案を審査するそういった状況になってからもう一回賛成反対でそこをちゃんとそれを提出していくかどうかや賛否を決めるということをやっていく手続きがあるんですが。 その手続きを踏んでいくということが本当この成長の仕事として大きな意味があると思っております。そういった意味で皆さんと議論をしている会議がですね本当に8時から9時過ぎてもですね今日も8時半から9時20分までそういった会議をずっとやっているわけですけれどもそれでも質問は尽きないわけですが本当そういった今質問の差配をしたりですとか そういいいったた仕事も今のの会議の中でさせていただいてだおります、まあ、本当にその今これからですねあの立憲民主党としてこの政策の面で責任を負っている中でしっかりとこの立憲民主党の国民の生活あためになるその政策をしっかりこれ作って実行してっていうことまで含めてできるようにこれから取り組んでいきたいと思っております。 それから立憲民主党の政調会としてはです、ね、これからの小川政調会長の得意分野でもあります青空対話集会などを通してです、ね、やっぱりこの国民の皆さんからの声を政策に反映していくということも来週ぐらいからです、ね、やっていきたいということでもありますのでぜひそれにも私も参加をできるだけしていきたいと思っております。 ぜひ来週からです、ね、そういった立憲民主党の成長が取り組んでいく、全国回るという話もありますが、まずは東京からということになるかと思いますが、ぜひそちらの方もぜひ注目していただいて、ぜひ直接お会いできるということも、コロナがです、ね、それほど広がっていなければできると思いますので、ぜひ本当に皆さんも体調に気をつけて、くれぐれも気をつけて行動していただければというふうに思っております。 ぜひ今後ともですねこの成長の話などまた何か決まったらまたこの場でも報告をさせていただきたいと思っておりますので今日も最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございます